子どもたちの中心にする社会なんですけど、いろいろ悩んでるのが大人だったりするんですよね。仕事についてしまうと子育てしていくっていうなんか考えがだんだん、相馬市に、おいてはさまざまな取り組みを進めておられると、実際、経験されている皆さんがどう思っているのか、こんなことも聞かせてもらえればと思います。子どもたちの中心にする社会なんですけど、いろいろ悩んでるのが大人だったりするんですよね。大人のケアっていうのもすごい必要だなと思って、医療費を無料にしてもらうとかそういうふうなことは、ありがたいんですけど、もうちょっとこう市民に近い場所で気軽にこう相談ができるような場所、どういう支援があれば仕事を続けられるか、制度的なものではなく、やっぱり総理が普段言っているように社会全体の意識変えないと、男性も含めてまずそれかなとは思っています。会社、職場、社会、そういう子育て世帯全体に対する配慮というのがもっともっとないと、仕事を続けるというのは難しいのかなと思っています。その若い人たちが結婚や出産に後ろ向きになっていると、そういう世論調査の結果がどんどん増えているという大変気がかりな話を聞いています。お二人の周り、同世代の皆さんの中でそういった声ってあるんでしょうか。自分も若い時は25ぐらいには結婚して子供がいるのかなぐらいで思ってたんですけど、実際やっぱ仕事についてしまうとなかなか、なんて言うんだろう、子育てしていくっていうなんか考えがだんだん遠くなっちゃって、あとは結婚してる子もまだ子供がいない人がいて、やっぱ自分の時間が欲しいっていうのはすごく言ってます。育児休業の問題であったり、それから働きながら育児をするこの両立の問題であったり、やはり周りの理解とか協力がないとなかなかそういった政策も生かされないことも多いんだということも感じます。今日は本当にありがとうございました。